タクチャンネル原タスクです、今回はね、いきなり本題に入りますけど、ポケモン GO、 これも超ハマってるんですけど、ポケモン GO のボックスがいっぱいになっちゃった時にポケモンを逃がす方法を教えようと思います。これね、結構ね、分かりにくくでなってるんだよ。その辺を、実際操作しながら教えようと思いますんで、はい、では早速逃がす方法に入ろうと思います。ちなみに今お店にいますんで、お店がね、ポケスポットになってるんだよね。まあそんな余談はさておき、逃がす方法なんですけど、まあここをしますよね。で、ポケモン、この左下のポケモンを押します。そしてまあね、ここでね、右下のところを強さ CP 順とかにしていただいてですね、これをドラッグするんですよ、下に。で、これが、なんだろう、結構長押ししてドラッグしないとドラッグできないようになってるんでね、ここが非常に分かりにくい。そう、なんか、ほら、こうやってやってもドラッグできないんだよ。こう、ちょっと長押しする感じじゃないとドラッグできないの。これ分かりにくいよね、ここ。分かります?で、下の方に行って、どうせ逃がすのは弱いポケモンを逃がしたいじゃないですか。CP 順で並べた上でこうやってトラックしてって、でもコラッタとかさ、ポッポとかいっぱいいんじゃん。その辺をね、まあ逃がそうと。こう長押しして、ほら結構やりにくいんだよ、もう。ドラッグがやりにくいってなんだこれ。まあ、例えばコラッタをタッチします。で、ここで、これもまたこの、ちょっと長押し気味でドラッグしないと下に行ってくんないわけ。で、一番下にはこれ、博士に送る。ね、このボタンが隠れてるわけ。ね。ボックスがいっぱいになって課金にさせるように促したいのか、ちょっとゲッサーを感じるんですけど。ここを押すと、ね、送ると戻ってきません。いいですか?はい。はい、こうやってやれば、ボックスの中身をね、減らすことができる。だから、課金しなくても、まあ、250匹という制限はあるけど、そういう中で、プレイし続けることができます。またコラッタ逃がそうかな、つって。これがね、ちょっと長押し気味でやんないと下に行かないっていうのもポイント。博士に送る。はい。どう?これ、わかりにくくなかったですか?これ、わかんない人結構いると思うんで、こうやって動画上げたんですけど。もう、ポッポとか、もう、どんだけもうスパムメールのごとくね、ポップ捕まえられるからね。こうやって、ポイントはこう長押しだね。ちょっと長押ししないとドラッグできないってポイントで、さらに、このポケモンを選択したら、ここでずっと下の方にね、だって、この余白なんだよって思うよね、この余白。なんでこの余白いらないよね。余白があって、その下に、博士に送るボタンがある。うん、まあでもね、やっぱこうやって楽しんでね、遊んでたらね、いつか課金すると思うんでね、こんな下水ことしないでくださいよ。これはまあ、なんていうか、ニアンティックの仕込みだと思うけど、ビードルとかもいらねえから。うん、博士に送る。わかりました?で、まあね、結構文字で書いてあるサイトとかあっても、この長押ししないとドラッグできないよってことは書いてなかったんでね、この仕様はもしかしたら今後変更されるかもしれないけど、ほらこれこうやってシュッシュッシュッってやっても全然ドラッグできないんですよ。こう長押しするとドラッグできる。はい、ポップも送ります。で、この博士に送るボタンが下に隠れてるのね、それを押すとポケモンを逃がして、まあ、ポケモンのボックスをね、250マックスになっちゃったも、またさらに捕まえることができます。で、捕まえた直後にもうこうやって下にドラッグすれば、もうポッポとか捕まえた直後に送ったりもできるから、はい、ぜひこれで、まあ、しばらく無課金で遊んでみて、で、その後ね、まあ、もっとね、楽しいなと思ったら課金すればいいわけだから、うん。はい、今回はポケモン逃がす方法でした。以上です。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたち